ゼロ二世代小持ちの嫁です。今日は炊飯器で簡単の作り方を紹介します。まず玉ねぎ1/2個を食べやすい大きさに切ります。切れたら人参1/3本も食べやすい大きさに切っておきます。そしたら炊飯器に洗ったお米2合、玉ねぎ、人参、コーン1つかみ、バター 5g、コンソメ小さじ 1/2、水を2合の線まで入れます。次に炊飯して完成です。月齢に合わせてコンソメの量は調整してください。ご飯と野菜を美味しく食べれて娘ちゃんもお気に入りです。すぐできるのでぜひ作ってみてね。ゼロ二世代小持ちの嫁です。すぐできるの作り方を紹介します。まず玉ねぎ 1/2 個を薄切りにします。切れたら鶏もも肉 1/3 枚を食べやすい大きさに切ります。そしたら卵1個を溶いておきます。次にフライパンに油をひいて鶏肉を焼いていきます。色が変わったら玉ねぎを入れます。玉ねぎがしんなりしてきたら水 50cc、 醤油大さじ 1/2、 砂糖小さじ1、みりん小さじ1入れます。沸いてきたら卵を入れて蓋をします。弱火にして卵に火が通ったら完成です。娘ちゃんが美味しそうに食べてくれたので良かったです。ぜひ作ってみてね。ゼロ二世代小持ちの嫁です。栄養たっぷりパパの作り方を紹介します。まず玉ねぎ 1/2 個を食べやすい大きさに切ります。人参 1/2 本は半月切りにします。切れたら鶏もも肉 1/3 枚を食べやすい大きさに切ります。次に鍋に油をひいて鶏肉を炒めます。鶏肉の色が変わったら人参、玉ねぎを入れます。玉ねぎがしんなりしてきたら大豆の水に 30g、 トマト缶 1/2 缶、水 70cc、 コンソメ小さじ1を入れて弱火で煮込みます。人参に火が通ったら完成です。残ったらドリアにしたりパスタにかけてあげてもいいと思います。ぜひ作ってみてね。ゼロ二世代小持ちの嫁です。みんな大好きパパの幼児食の作り方を紹介します。まずささみ2本用意して筋を取り除きます。取れたら食べやすい大きさに切ります。切れたらボウルに入れて醤油小さじ1を入れて揉みます。次に小麦粉をまぶします。全体にまぶせたらフライパンに油をひいて揚げ焼きしていきます。両面焼き色がついたら完成です。娘ちゃんが美味しそうに食べてくれたので良かったです。ぜひ作ってみてね。ゼロ二世代小持ちの嫁です。娘ちゃんの好きなの幼児食の作り方を紹介します。玉ねぎ 1/4 個、ピーマン 1/2 個、人参 1/3 本を食べやすい大きさに切っていきます。切れたらお皿に人参を入れてラップをして時短のため 600W 40秒チンします。次にフライパンにごま油を引きます。そしたらひき肉 100g を入れて焼いていきます。色が変わったら玉ねぎ、ピーマン、人参を入れて炒めます。玉ねぎがしんなりしてきたら砂糖小さじ 1/2、 醤油小さじ1、オイスターソース小さじ1を入れます。よく炒めたら器にご飯、お肉を乗せて完成です。ぜひ作ってみてね。